裏がメッシュで、これすごいいいです。汗もとかちょっとでき始めてたんですけど、最近あんまり気にならなくなったのはもしかしてこれのおかげかなと。ベビーグース。じゃあなんかちょっと使った感想とかを伺っていけたらなと思うんで。はい、忖度なく感想をお聞かせいただければと思います。今たいちゃんは7ヶ月、8ヶ月になりました。なりました。はい。おめでとう。あっという間ですね。もうよく離乳食とかも食べます。めちゃくちゃ食べます。男の子だからかな、すごいです。でも安心しますよね。よく食べてくれると。本当に。夜はどうですか。よく寝ます。よく寝ます。なんか昼間逆にあんまり寝ないんですけど、夜はもうしっかり寝てくれるので。はい。ただもう汗だくで寝てるので。まあなのでこれ裏がメッシュで、これすごいいいです。ああよかったです。2週間どうですか使ってみて。使ってみて。あ、そうですね。お布団すごい蹴っ飛ばしちゃうんでやっぱり。で上にお姉ちゃんいるんですけど、お姉ちゃん、たいちゃん、私なんですけど、全部蹴っ飛ばして2人で寝てるので、これあってすごい助かってます。よかったです。で昨日結構寝苦しい夜だったと思うんですけど、そんな日もこう涼しく、眠れたので、朝まで結構ぐっすり寝てました。すごいですね。はい。もう全然起きない。夜も起きても1回ぐらい、ほとんど起きないですね。すごい。それはママ嬉しいですね。助かります。よく寝れます。そうなんですよ。はい。本当にいいね。スリーパーって普段から使われてます。使ってるんですけど、こういう薄手のやつは初めてで、なんか両面ガーゼとかになってるって、もうガーゼも6重構造とか結構しっかりめのやつしか使ったことなかったので、薄手のもあるんだなぁと、びっくりしました。夏も結構やっぱここ近年蒸し暑いじゃないですか。エアコン使ってまあ寝る方が多いと思うんですよね。で、なんか寝汗で冷えて、寝汗とエアコンでさらに冷えて、また冷えて風邪ひいちゃうみたいなケースもあると思うので、うちも数年前から何年になりますが夏用、10年ぐらい前からそう夏用を出してるんですけど、そうやっぱこの薄さは他のお客様から他にないっていうね。そうですよね。本当に良かったです。本当ですか、良かったです。背中の汗とかも結構減ったと思います。なんか結構なんだろう、少し前汗もとかちょっとでき始めてたんですけど、最近あんまり気にならなくなったのはもしかしてこれのおかげかなと。それはすごい嬉しいです。はい。なんかそうなんです。なんか使ってみて。どうでしたか。して方とか時間とかなんか。でも結構大きめに作られてじゃないですか。2、3歳まで使えるっていうので、まだ8ヶ月なので結構余裕があってスポってすごい着せやすかったです。よかったです。あとお洗濯してたと思うんですけど、乾きいいですよね。本当に早い。なんかもう洗ってすぐ使えるみたいな、そんな感じで、ありがたく使わせてもらいました。逆にこう使ってて、ちょっと気になるとか、使いづらいとか、こうだったらいいとか。全然、本当に良かったです。良かったです。あちゃあちゃ、すごいね、大ちゃん。ね、下ボタンなのでやっぱおむつ替えもしやすいし、でボタンの数もそんなに多すぎず、よかったです、ね、足4つずつ、あ、2つずつか、4つなので、そうよかったですね。なんかあと結構うち食べこぼしをしてこのままちょっと寝る前着せてちょっと食べさせちゃったりするんですけど、ネイビーはすごく目立たないので、確かにちょっと他の色はあれですけど、確かに明るい薄い色だとね、芯がそうね、汚れ気にならなくてね、よかったよね。でもすごいネイビー似合ってます。よかったね。他の色もすごい可愛いですね。とうございます。そう、かわいい。いいね。全部このマークではないんですね。あ、そうなんですよ。さ、もともと鳥のマークをずっとスリッパは使っていて、ちょっと数年前からちょっとこうマリンテイストなものも作ってこういう怒り柄にしてと、で、キッズサイズもあるんですけど、キッズはこのひよこさんが鳥になってるっていう想定で、なんとまあそう、青い鳥成長してる、成長してるって言われないです。可愛い。そうなんだ。キッズサイズもあるんですね。そうです。一応このベビーで3歳ぐらいまで使えて、結構4歳ぐらいのお子さんからもうちょっと大きいサイズが欲しいって言っていただいて、キッズサイズを作って、キッズも4歳からもうキッズは成長幅が個人差が大きいんですけど、8歳ぐらいまでは使えるようになってます。すごい。そうなんだ。キッズはちょっとこうシンプルに無地の3色で今作ってます。ああ、そうなんですね。お姉ちゃん今おいくつです？お姉ちゃん今6歳です。今1年生に。あ、うちの子も新1年生です。そうなんですね。1年生っていろいろ大変です。大変ですよね。すごい大変です。その話しちゃったら1時間。そう、もう止まんなくなっちゃいますよね。そうなんです。あと私このスリッパを販売してる時にお客様からどれぐらいの温度がいいのとかいろいろご質問いただくことがあったのをきっかけに、乳幼児の睡眠コンサルタントみたいなちょっと赤ちゃんの睡眠について勉強をしたことがあるんですけど、もし何か睡眠でお困りの方があったらなんかちょっとお力になれたらと思ったんですけど、なんか夜は本当しっかり寝てくれるんでいいんですけど、学校がとにかく朝早いじゃないですか、でそうするとそのタイミングで起こされちゃって、で午前中は今度眠くてしょうがないんですよ。そうでもなんか昼間ってあんまり眠れないみたいで、今日はずっと抱っこしてここまで来たから寝てくれたんですけど、逆にお家にいる日はもうちょっと寝たなーって思っても私が足音立てるとバッみたいな。なるほど。それが大変かな。さっきおっしゃったお母さんもお昼寝がやっぱ難しいっておっしゃってました。お昼寝って難しいですよね。特に上のお子さんいるとね。今何時頃寝て朝何時ぐらい起きてます？朝夜はお姉ちゃん8時なんだけど、この人は10時ぐらいに寝て、で朝は6時。そうですよね。小学校行くとそれぐらいに起きますもんね。まあ眠いですよね。どう考えても。なんか1歳以下のお子さんって、統計的になんですけど、覚醒時間とか活動時間って言われてるんですけど、起きてから次、眠くなる時間、元気に危険よく起きていられる時間っていうのが、統計的にこれぐらいって言われていて、それをちょっと意識してあげると、眠くなるタイミングみたいのがなんとなくこう見えてくるというか言われてるんです。で、今8ヶ月ですと、大体3、4時間ぐらい、なんで6時ぐらいに起きたら、やっぱり9時とか10時ぐらいに1回眠たくなりますよね。そうで、そのタイミングにね、お出かけとかね、今日みたいに外出とかあると難しいですけどに、ちょっとやっぱ眠くなるんだっていうことを意識してあげて、寝かしつけをしたりとか、もちろん抱っことかでもしてあげるとすぐ寝やすくなるかなと思うんです。で、逆にその起きてる時間が長すぎちゃうと、その眠気のピークを超えちゃうと脳が興奮しちゃって、なんか赤ちゃんって眠いのに寝れなくて泣くじゃないですか。泣きますね。あれもその脳がなんか興奮状態になっちゃってるから、どんなに眠くても寝れないってなっちゃうんで、ちょっと眠くなる前に寝かしてあげると、スムーズに寝れるっていうふうに言われてるので、でもなんかもうこんなにね、機嫌も良くて元気そうで、ね、今日は寝てきたから今日はいいんです。お昼寝もできれば、毎回同じ場所で寝る、寝室イコール寝る場所みたいにしてあげた方が、なんか寝るモードに入りやすいとか、あとどうしてもリビングで寝ると音が気になっちゃうと思うんですよね。なので理想はお昼寝もベッドがいいかなと思います。でも難しい時とかは、ホワイトノイズとかザーっていう音を使ってあげると、その生活音をちょっとこうシャットアウトしてくれるので、ちょっと防げるようになったりとは。やっぱあれいいんですね、あのホワイトノイズって。なんか専用のマシンとかもあるし、今YouTube とかでずっとかけっぱなしにしてるお母さんもいらっしゃるけど、そうやっぱりあれあると赤ちゃんが安心するもですけど、外の音をこう聞こえなくしてくれるので、赤ちゃん寝た後なんか本当忍びのように生活するみたいなことをしなくても良くなるとは。なるほど。ちょっとやってみます。うちも2歳の今男の子いるんですけど、1歳の時にホワイトノイズずっと使ったら、やっぱ寝かしつきした後にうち2人でお兄ちゃんと遊んだりした時に起きちゃうみたいなことが減ったので、1回よかったら試してみて。やってみます。でも合う合わないもね、もちろんあるんですけど。ね、でもやってみる価値あるよね。ね、すぐ起きちゃうもんね、僕ね。